王立救命艇協会は、イギリス及びアイルランド周辺の沿岸や海における救命活動を行うイギリスとアイルランドのボランティア組織である。この組織は、1824年に国立ンパ船救命協会として創設され、1854年に今の名前に変更された。イギリスでの活動は、完全に会員費、一般の人からのボランティアによる寄付や遺産により、 成り立っている。アイルランド政府は、アイルランド海域における、ウンリーの活動を支援するために資金を出資しているが、組織に対して、直接の影響力を行使していない。ウンリーの本部は、同セットのプールに位置し、2004年に、新しい訓練学校が、エリザベス二世女王によって開かれた。ウィリアム・ヒラリーは、1808年、マンシマに住むようになった。彼は、 たくさんの船が満海岸の周囲で難破するのを見てアイルランド海が危ないということに気がついた。そこで彼は訓練された人員により運営される国立救命艇サービスの計画を考えた。当初は海軍本部からほとんど返事を得ることができなかった。しかし、ロンドンの社交界の事前的なメンバーに訴えることによりこの計画は強く採用されることになり、 1824年に国立南パ船救命協会が設立された。30年後に現在の組織名である王立救命艇協会に変更され、最初の救命艇はウィリアム教の功績を認めてダグラスに配置されることになった。1830年の60歳の時、ウィリアム教はダグラス校の入り口にあるコニスター岩に座礁したセントジョージ号の救出に、 参加した。彼は救命艇を指揮し、他の救命艇の船員とともに海に放り出されたり、したが最終的には死者を出さず、セントジョージ号の全員を救出することができた。ウィリアム教がコニスター岩の上にリヒュージ島を建てる計画の準備を提案したのがこの事件であった。この計画は1832年に完了し、今日ではダグラス港の入り口に立っている。 んりーが設立されてから、救命艇は2006年11月現在で13万7000人の命を救った。んりーは沿岸用として5種類の救命艇を運用してきた。20から40ノット出る空気注入型のボート最大戦速が16から25ノット出る6種類の全天候型モーター式救命艇である。この組織は、 233路救命艇基地にある332隻の救命艇を運用している。また、2002年より4隻のホバークラフトを運用しており、これまでのボートで到達できないデーチや川の河口での救出を可能とした。救命艇の乗員は、ほとんどがボランティアで、300人の女性を含む4600人の船の乗員は、発言弾や緊急通報を受け、警報時には、 救命艇基地に待機する。イーストライディング・オブ・ヨークシャー州のスパーンにあるスパーン岬に位置するハンバー救命艇基地は24時間人員が待機しているイギリス国内の救命艇基地2カ所のうちの1カ所である。職員は悪天候の際に本土から遮断されるスパーン岬に住んでいる。他のスパーン岬に住んでいる人々は隣接する。 イギリスの港で救命艇の乗員たちと一緒に365日24時間船舶通行業務を行っている。リーはイングランド南西の63の海岸でのライフガード組織を運用しており、400人以上のライフガードを雇っている。イギリスでは遭難中もしくはトラブルに遭遇したと報告した。船は沿岸警備隊に中波無線や VHF 無線、 電話番号999や112で連絡しないといけない。アイルランド共和国では、アイルランドの沿岸警備隊や112もしくは999への電話が必要である。沿岸警備隊は、海上での救出の調整を行い、リ d もしくは他の救命艇、もしくは地上の救助隊員や救助ヘリコプターへの連絡を行う。空、海の救出ヘリコプターは、 イギリス空軍やイギリス海軍、イギリス海兵隊、沿岸警備隊、あるいはアメリカ空軍、アイルランド空軍から提供される。n ーの救命艇 n ーには2種類の救命艇が存在する。n ーの歴史で最大の救出は1907年3月17日に行われた。これは12000トンの遠用定期船 SS。 スエビックがコーンボールのリザードポイント近くのミーンヒールリーフに座礁した時のことである。強風とームの中、ンリーの救命艇ボランティアは70人の赤ん坊を含む乗客456人を救出した。リザード、キャッチス、コベラック、ポースレーベンの船員は乗客を救助するために16時間の間繰り返し救出を行った。ンリー金勲章が後に送られ。 二つが、スウェービックの船員に送られた。同セットのプール海岸のンリー警備艇創設より、救命艇の任務によって、たくさんの関係者が殉職している。救命艇の乗組員はしばしばその勇敢さを称えて、勲章が贈与される。最も注目すべき人物の一人に、クローマーの救命艇の乗組員で、ンリー・キン・アキラを3回贈与されたヘンリー・ブロックがいる。 彼はジョージ・クロスとブリティッシュ・エンパイアメダルも受賞した。彼はすべての救命艇の乗員で最も偉大な人物として知られている。うンりーの司令部はドーセットのプール海岸のホールズ湾にある。ここにはうンりーの司令部と救命艇のメンテナンスと修理施設、救命艇支援センター、国立訓練センター、救命艇カレッジがある。支援センターとカレッジは2004年。 エリザベスに水上により開かれた。スペシャリストの訓練施設は、波や転覆の訓練ができる、プール、火災訓練シミュレータ、協力訓練シミュレータ、生命工学の研究会がある。ありがとうございます。